バルセロナではイタリアとスペイン戦で完投勝ち、そして決勝リーグでアメリカ戦にも投げました。ところが8回投げて27個、非常に多くの三振を取っています。防御率 2.50。 タイミングがあったんですね。ちょっと際どい。これも速い球。ファーストが前、ピッチャー取った、三塁に送る、あーっとそれた、今三塁塁審に当たりました。三塁取った、ランディランナーを見て一塁送球ね。これはね、大きいスライダー来ましたよ。そうなんですね、今はボールになる。これも急速に負けた感じで合わせた。バットの先ですがライト